フィリップ・カーンフィリップ・カーンは、フランス出身の実業家。ワイヤレス通信技術の開発者。1997年にカメラ付き携帯電話を発明した。ボーランド、ストルフィッシュソフトウェア社、ライツアーフ社、フルパワーテクノロジーズ社を次々に起業したことでも知られる。巨漢で陽気な人物として知られる。現在。 生命科学とワイヤレス通信技術を融合しようとする企業 EN フルパワーテクノロジーズの CEO である。中立ヒ高科大学及びフランスのニース大学で学び、校舎で数学修士の学位を得た。中立ヒ音楽学校でフルートの演奏と音楽学を学んだこともある。在学中の1973年に世界初の完成品パーソナルコンピュータであるマイケレル。 向けのソフトウェアを開発した。マイケレルは商品としては成功しなかったが、計算機博物館に最初のパーソナルコンピュータとして展示されている。カーンは同じくフルパワー社のソニアリーと結婚し、4人の子供を設けている。夫妻は環境問題についての基金を運営している。またカーンはジャズ愛好家及びフルート演奏家としても知られる他、EN セイルボードレーシングでもなかなかの腕を見せている。言論の自由を求める論客としても有弁である。カーンは十指に余る特許を持ち、技術、発明、産業に関わる多くの賞を得た。カーンは四つのソフトウェア会社を起業することに成功した。有名なボーランドインターナショナルのほか、EN、ストルフィッシュソフトウェア、EN、ライツアーフテクノロジーズ、EN、 フルパワーテクノロジーズである。1982年、旅行者としてカーンはアメリカ合衆国に行き、そこでヒューレット・パッカードに就職したが、不法滞在であるとして解雇された。コンサルタントとして働きながら、ボーランド・インターナショナルを設立した。その時はまだアメリカ合衆国の居住権を得ていなかった。ツーリスト・ビザで4年を過ごした後1986年に、 英住権を手に入れた。カーンは現在ではアメリカ合衆国に帰化している。ボーランドの最初のヒット商品はターボパスカルだった。インテル X86 用の言語処理系をこれまでにないほど手広く開発し、オフィス製品も同様に生み出した。これはマイクロソフトとロータスに正面からぶつかるもので、はじめのうちは大きな利益を生み、ボーランドは カリフォルニアのスコッツバレーに広大な敷地を手に入れたが、マイクロソフトの反撃は厳しかった。ボーランドのオフィス製品は敗退し、この市場からの撤退を余儀なくされたが、それでも滅んだわけではなかった。ボーランドは当時のマイクロソフトと戦い、現在でも栄えている数少ないメーカーの一つである。12年間社長、CEO としてボーランドを率い、ベンチャーキャピタルなしに、 全くの無から年少5億ベイドルの企業に育てたカーンであるが会社の方針をどこに絞るかについて取締役会と対立することになった。1995年1月カーンは CEO の座を追われた。しかしながら1996年11月に辞職するまで取締役として留まった。ストルフィッシュは1994年にカーンとリーガ。 創立した会社である。無線デバイスと有線デバイスの全世界的統合を目的とした。トルーシンクプラットフォームを用いて、いつでもどこでも情報を入力し、編集し、自動的に統合するわけである。ストルフィッシュはデバイス統合のための核となるプロトコルのほとんどを開発した。トルーシンクは最初のオーバー・ザ・エア統合システムである。カメラ付き携帯電話は、 ライツアーフ社のベースとなったものだが、カーンはその発明者として名が知られている。同社はスプリント、ベライゾン他の携帯電話事業者に技術提供した。ライツアーフは現在ベラサインが所有している。2005年の新規株式公開の際に買収された。民生の電子機器の中でもカメラ付き携帯電話は極めて成功したものであり、2006年には 全世界で6.5億台以上が売れた。フルパワーは現在表だった活動をしておらず、2007年9月15日に公然活動を開始する予定である。生命科学とワイヤレス技術の統合を目指している。健康、教育、美術を通した人間性の発展のために、D ・カーン基金は地域の NPO 活動を支援し、 子供たちの未来の環境がより良いものとなることを目指している。カーンはジャズと西洋クラシック音楽の熟達した演奏家でもある。1990年にジャズのアルバムパシフィックハイを発表した。このアルバムにはジョン・アバークロンビー、アレックス・アクーニャ、リッチー・バイラーク、ポール・コントス、ビリー・ハート、レイ・ケイン、デーブ・リーブマン、ロン・マック・ルーアといったミュージシャンが参加している。 1991年には CDWalking On, The Moon を発表し、自らの演奏をフィーチャーしつつ、宇宙探検を促進しようとしている。両 CD はボーランドが資金を提供して制作され、同社の顧客に配布された。1992年の終わりにパラディーズを発表し、これには、ジョン・アーバークロンビー、アレックス・アクーニャ、アラン・ブロード・ベント、テレンス・ブランチャード、パティキャスカート、 ポール・コントス、ピーター・アースキン、デイブ・エシャルマン、ジョン・パディ・トッチが参加している。カーンは、パゲセス・レーシングというセーリングチームを持っており、世界中の海で、レースに参戦している。最近の戦歴は2006インターナショナル14、ワールドチャンピオンシップスでは1位と3位、マム32006ノースアメリカンチャンピオンシップでは1位、2 0 6 8 インターナショナルスキフレガッタインサンフランシスコでは1位、2006キーウエストメルジス24レガッタでは1位、2006ストリートフランシスパーペチュアルトロフィーでは1位、2006メルジス24ノースアメリカンズでは2位といったところである。カーンの息子、サミュエル、サメカーンは数多くの国際大会で10位以内に入賞している。ありがとうございます。